いや、お疲れ様です。マッピーです。相も変わらず無補正やっていきましょう。ちょっとポイント落ちちゃったんですけど、今日はこのデッキを使います。はい、トゥールラーの進化の方ですね。進化のトゥールラリーダーの連式マトゥールラ、これ使っていきます。で、このデッキなんですけど、レンっていうね、有名なトップランカーの人がいてですね、シーズマ最高2位と金冠15回取ってたりとか、金冠1年2ヶ月継続したとかいうね、もうめちゃめちゃバケモンみたいな成績持ってる、超トップランカーの人からね、DM 来たんですよ。もう突然 DM 来て、マピガジョーさんこれ強かったですよって教えてくれたんで、使っていくんですけど、さっき暗黒にしばかれましたってことで、今テイク2なんですよ。普通に暗黒にしばかれましたっていう感じなんですけど、まあでも実際使ってみたらね、結構強かったんですよ。暗流対面でもアポロンと違ってね、初っ端から打てるんで、その継続して火力850ずっと与えるっていうのは、まあ暗黒からしたら鬱陶しいだろうなとも思うし、結構良かったです。思ったより良かった。うん、なんですけど、やっぱ序盤に出さないといけないので、アポロンだったら他の対面とかなった時になんかリッチとか罠とかをもう初っ端から他の駒置いて、でアポロン持っといてっていう動きもできるので、まあ結構強いけど、いい感じの性能なのかなと思いますね。ってことでやっていきましょう。なんか強いんだけど他のコマも変置き遅れるよみたいな感じですね。ただ代わりにエンデガバイスしっかり入ってる中で、このフィニッシャーっていうのは手駒の事故とかをこう発生せずにみたいなところで、こいつを打ってからエンデガバイス持ちつつ手札回していけることもあるので、結構強いとは思いますね。そうだな、あとウンディーネの採用なんだよね。多分これウンディーネとヴィーナスにすることによって、この850という特殊ダメージを少しでもね、一発でも入れられたら美味しいみたいなところで、防御札入れてるかもしれません。はい、速攻流行きました。速攻流大丈夫これ。速攻流相手はね、意外とアポロンよりこっちの方がいいかもしれん。オーラ引かれてら、シクエルかまして。相手のショット見よう。芋切るのね。あなた芋切るのね。これ縦取り不可避だな。縦リッチ行くか。縦リッチ行って、で、コモボルトヒールなんでね。意外と縦トゥールラもめっちゃ強いんですよ。トゥールラ取らせるみたいな。けど、その後リッチ変容器してもそんな強くない気がするんで、これリッチにします。リッチのコンボも十分強いんでね。OK、これ取ろう。芋から切って、ワグマリス X、リョも怖いけど、まあ、取り安牌だな、さすがに。まあ、言うても妹らのコンボがね、2枚返ししないと無理なんで。よいしょ。デストロイ。デストロイ。しかも 1.6 だから結構受けられるね。で、芋。おい、なんでそこで団体行くん、ずるー。そこで団体行かないでもらっていいですか。オッケー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 。またそっちならありがたいか。マイティか、弱いね。どうしようこれ。守護とか。よいしょ。意外とマイティもありだったっちゃありだな。相手貫通引いてなかったら美味しいもんね、これ。マイティ打ってもよかったかもしれん。マイティ打って貫通枯渇させて、ウンディーネなんかもあったかな。いや、ウンディーネ打ってからの方がよかったか、その場合は。やべ、ティポか。強い、それは。ただ、アポロンに比べると、これ、盤面に出せてるもんね、逆に言うと。いいかもしれないね。マイティだな、これは。よいしょ。1.69 かけよう。で、ほい、ほい。さあ、こっから貫通されて、クソゲーは嫌だ。けど、貫通使わせてトップビーな可能性あるから、これ、マイティでいい。いや、悩んでるからないな、これ。お、来た、マイティ打って正解だった。やったぜー。よし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 。あぶねー。どうすこい。まあまあまあ、オッケー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 。貫通引かれなくてよかったですね。よし。リビビクと。まあ確かに使いやすくはあるね。850だし。言うて火力は高いな。いいね、いいね。オッケーオッケー、しょっぱな。まあなんか使ってて、あんまストレスはたまんないですね。まあ、ロック2手目にされて変置き遅れたとしても適当にごまかすって感じか。どうなんだろうな。ただあと1個、もう1個の課題点があるとしたら、10日のトゥールラが入れられないっていうところか。これ昔あったんだよな、ビナリーダーでビナ使えないみたいな。それと一緒だわって考えたら、トゥールラってなんかビナに似てるなこいつ。まあ、ビナに比べると単デッキに使えないっていう弱点はあるけど、いいね、十分強い。全然マッチングしねー。とりあえず、ただいマスター早く行きたいな。この動画でマスター行けたら、高評価よろしく。高評価を、こじきおじさんになってた。けど、まあいいよ。やるぜ。こいえ。こいえ。来てほしいタイミングあるかな。
何に有利なんだろうな、明確に。どうなんだろう。でもコンボボルトヒールっていうのはね、意外と良かったりする。これコンボ特殊とかになった時に当てられたりするんですよ、特殊だ、なんか、うん、変置きでね。ボルトヒールっていうのは良くも悪くも腐りどころないんで、コンボボルトヒールはマジでいいかもしれないですね。さあ相手マナリアか。あ、でも冷静に考えたらさ、こいつ常に850の特殊与えてるから罠回収クッソしやすいな。常に850、うん、そこ強いね。確かに冷静に考えたらそうじゃん、常に罠回収できるじゃん。冷静に考えたら強え。変置きかぶるけど、もうリーダーの時点でしょ、あれか、仕事してんのか。あー、ちょっと思ったより強かったな。俺またそういうパターン出ちゃったな。なんかメルベユーレの時もこいつ弱点あるくねみたいな、なんかカエンとアンデッドしんどくないとか思ってたけど、結局強かったのと同じで、なんかそういう感じだったな。これ取っちゃおう。なんか普通にウサギ撃ってきたから取っちゃいます。あとはチャージ貯めてバフォメットしばいてビナ撃ってみたいな感じかな。あとこいつコンボファイボなんでね、普通に嫌なんで。さあ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 、これ B さん来るじゃん。でヤンドーラ引いてんの怖いな。ヤンドーラがマジで怖い。さて氷どうしましょうか。はい、ルキア、ルキア打ってよくね、ルキア打ってよくねって思っちゃうけど、ルキア打っちゃおう。つないじゃいます。今ね英語マ3体切ったんですよ。なんでルキア打っちゃいます。おう、釣れないか。まあでも十分十分。アベルとか出てもこれ燃やす対象右 X とか打たないといけないし、ただ一番右から出てるから右から2番目はこれで S ゴマってのが分かったね。おおむね S ゴマだと思う、あいつは。オッケー、うわ効きつえ。バフ打ちまーす。強ーい、いいね。でも手札事故らんわ。で罠回収常にできるか。あー意外と強え。ありだな、トゥールラ。ちょっとトゥールラ2体目も欲しくなってきたな、なんか。うん、盤面出さないといけないから弱いかなと思っちゃったな。オッケーオッケーオッケー。さあそこ切ってカード打つとビーチ打たれるから、どうしようかな。ウィーブでいいんだけど、どこ打とうかな。こうするか。こうしてで A に打ってきたら角からもっぱつ動線組めるようにしよう。あでも取ってよかったかも。俺 E1 に十字火炎されたらめんどくさいかなこれ。まあでも D2 C2 で動線組めるか。うん、あ来た、例のヒールが来た。それ強いよねマジで、それマジで強いわ。これベルーガとか置かれたらマジで GG ゲーミングなんですけど。ファビオでそいつ取るか。ビナかファビオ。ビナ打って次エンデグラ飛ぶか。無理かな。5100800。いや、ワンチャンあるな。ビナ音。よいしょ。よいしょ。だってこれ守護取るしかないじゃん。あーでも、F2 で取られると1枚返しになるか。じゃあ止まねえか。F3 で取ってくれたら3枚返しなんですけど。それマジで化けもんですけど。あ、そうか。あと1000回買った。忘れた、それ。いや。耐えれるはず。マイティかファビオ。いや、威圧来る前にエネゴってもいいな。これなんて、相手リュータンだもんね。バイセとかないもんね。エネゴと。相手 D6 しか打てないから。ふっ。耐えれんじゃね ?3776。単体で3700出すやついる?下級か。下級来たらやばいか。ファイボー、いんのか。時勝いる?時勝。これ時勝来たら。よし、これ耐えた。危ねえ。危ねえ。怖かった。火炎怖え。ギリギリだ。でも、ビナ打っててよかったかもな。いや、関係ねえな。そんな関係ねえか。いいね。これどんぐらい火力が耐えたんだ今、トゥールラ。トゥールラ打ったタイミングであれでしょ ?1 ターン、2ターン、3ターン、4ターン、5ターン、6ターン。あー、6ターン、強いね。5000、あー、強いな。6ターンでも、5100出せんのか。あー。なるほどなー。面白いじゃん。
でもこういう駒出たらマジでよりヌラとかメフィとか使わなくなりそう感も若干、いやどうだろうな、強みが変わるかって言って、まあ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 面白いでしょう、面白いでしょう。さあ行こう。けど俺が思ってたよりは全然強かったっすわ。うん、ちょっとこれ撤回だな、むずいな。でもまあ言うてやっぱ事前評価だけだと分かんないもんですね。使ってみたら分かるもんだな。よいしょ。さてさて、ファビオ守護者、何火炎か、何竜だなこれは。ガトー入ってるし、あーランタ、でもなんだ HP 高くね、違うかもしんない。まあ、一応ファビオからいくか。ただこういう対面になった時に相手が風車とか打ってきたらヌラだったらリリティエを受けるみたいなところあるんですけど、けどまあ何対面でリリティエね、そんな強いのはどん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 だろう。あ、これはまずい、これまずいっす。夏ブラ打つか、トゥルラだな、いや夏ブラだなこれ。よいしょ、トゥルラ早く打てやって話なんですけど、夏ブラの方が多分後半使わないんですよ。トゥルラコンボのボルトヒールワンチャン狙えるかもしれん、角から来たら相手が。うわこれ X トゥルラあるかもな、どうしよう。いや守護だなさすがに、E4 来て、いやーしんどいな。でも普通に相手手玉に強い、ランタン引かれてるし、そこにブレスとかは普通に強いな。 E4 来るね。あ、その夏ブラ欲しい。 OKOKOK 考える考える考える、はい、うわベルグレかよ、使わねー、リリティ貼っとこう。でいやいや、これ C6 来てくれたら F3 あってありだな。いや C6 来るな、夏ブラの発動相手したいから絶対 C6 来る。ただこのワナゴマビビ、うわベルグレあんのそれ、やばすぎ、うわそのベルグレうま、マジかベルグレあんのかよそれはやられた、マジか、そこでワナ回収来ると思わんかったな、やられたわ。どうしようこれ、いやこれ割り切るしかないな、割り切ろう、こっち行きます、うん、ビナ打っても次で止まらせないし、ここは受けてからビナぐらいでもう考えないと無理だ。これ割り切らないで無理ですね、これ割り切ります、来ないことお祈りします。これ来そうだけどマジか、そのベルグレーで超強えな。 OK これワンチャンあるかもしれん、ここでビナ使わした。いや待って、ラニカエンじゃないのマジか。いやでも今のさ持ってたら打つよね、ビナ一択だよなこれ、さすがに一択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 、これ一択一択で、一択ぶっ込みのタクで耐えるしかない。くんな、いや悩んでる、来たんじゃねこれは。 OK 行ったかこれ、待てよ、ロック切ったっけ相手、ロックでベルグレーで、あいや春出んのか、あでも春だっったら飛ぶのか、ちょっと怪しい、850入るけどめっちゃ粘んでる、いやロックあんのか、やーばビナロックあんのか、12345640009、飛ばねー、飛ばせねー、けど相手の動線潰すしかない、なんでこれ紡ぎまーす。よいしょ、さあ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 、エンデが耐えれる、エンデが7923耐えれる、バハムートどうだっけ、バハムート3枚でいくだっけ、おっしゃ耐えた、危ねえ危ねえ、怖すぎー、どうなんだろうなこれは、これはちょっとトゥールラがばったか、1トゥールラでもよかったんかな、でも夏ブラのおかげでビラの子も強くなったとこもあるしな、あのベルグレーで神か、あのベルグレーで神だったわ、強すぎだろあ待って、これバハムート打った方がよかった、次当たった時バハムートバレちゃう、あれベルグレアンのか、やば、絶対グエリとさ、グエリとガトを見た時点でさ火炎かなと思ったんですけどね、しかもビラ入ってたから、あービラ入ってた結局、うんでベルグレでしょ、火炎じゃなかった、なんかそのテュポとベルーガとか入ってる感じの
リュウエスが火炎2枚の火炎かな、あのそういうやつかなと思ったら全然そんなことなかった。まあギリギリだな、なんとか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 勝ったからいいや。あー危ねえ、今の引かれたら負けてたわ。はい、火炎多いね。トゥールラ、いいね。さあ春いきます。もうすぐ春ですね。これさ、相手変えながら C 行こうかな。ありだな、 C トゥールラでもう一生火力与えるか。あ、じゃあ C 行くわ。そいつは C 行く。はい、取ります。デストロイ850。まあ強いか。でも冷静に考えて、これさ、冷静に考えたんだけどさ、マフェリってこれを1200を毎ターン与えてるって考えたら、あいつマジで化け物だな。まあ、一応このデッキは神駒とか入ってるわけではあるけどさ、そう考えたらマフェリって本当に化け物なんだなって思ったわ、今。うん、今それを理解した。こっち行こう。なんかそう考えたらちょっとあいつ本当になんかあれだな、むしゃくしゃしてきた。マフリ1200でこれ与えるんでしょ、毎ターンで。コンボ1890でしょ、やば。あいつやば。これどこ行くろ。ああ、仕置けた、ナイス。どうせウィーブ取られるぐらいだったらコンボ繋いじゃおっかな。か C に打ってウィーブ取らせてダブコン繋ぐか。それも面白いねと思ったけど、取っちゃおう、削っちゃいます。ほいほい、よいしょ。でウィブ取らせーの、俺のキャラゴマを取らせる動きをします。そうすることによって火炎の対象を減らす。でしかもこの盤面 A3 から打つんだったら B1 の守護者とトゥールラ燃やしの盤面がしにくいはずです。この後どうする、1500共有するか。取ると思うんだけど、お、取らん、お、取らないのか。オッケー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 。これ角を打っちゃうと2枚燃えるけど、あー、全体火炎来たらめんどくさいか。取らない方が良さそうかな。ビナいらんな、使うわ。うん、削ろ、先に削ろ。リッチ打つのもありだけど、もう火力出せるときに火力出しちゃおう。で、もうなんならビナコンボ、俺次ワンチャンつなぐからな。チンパンするからな。まだバフォメット手駒に来てないな。バフォメット来てくれたらもう、俺のも。OK、これ外周でしょ。強いけど、まあまあ大丈夫。ただコンボ5かついつ。どうしよう。リッチかウンディだな。C2 に打つが強い。C に打つ、角打たれる C5。 うん、ウンディだな。よいしょ、ほいほい、いいね。チクチクダメージ、チク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 。 C5 打つと5やばいか。けど俺のキャラゴマは減るもんな。18,000あれば2手耐えれると思ってるんだが、これパーラ来たらやばい。でもパーラやばいな、マジで。パーラ怖。あ、でもあれか、これ角来て C5 打たれてもダブコンならんわ。ごめん、 C3 がしてるんだろう。ポテン来る。ここのポテン絶妙ですね。いて。考えます。出が内から倍勢で終わりたいけどな。出が内から倍勢安牌だよ。よいしょ。で、ウンディのコンボか、エンデガのコンボこれで残って、これ耐えたい。1492、これ耐えさん耐えれるか。次倍勢できるな。負け筋。OK、それは食らって。オッケー。よし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 。胸ぐらをつかみ返して、強烈なライフバーッと。よし。で、850も入ると。いいね。強いわ。思ったより。うん。エンデガバイセっていう動きができるもんな。アポロンだったら一応これができないと。先出しアポロンみたいな感じか。まあ強いわ。うん。なるほどな。
まあでも強すぎはしないかもな。うん、強すぎはしないな、多分ちょうどいいぐらいだな。言うて弱点はある。さあ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 、強すぎはしなく、 弱くはなくてちゃんと強いって感じか。まあでも思うのは、トゥールラの透過と進化どっちがいいかって聞かれると、うん、アポとかヌラメフィないなら進化にして、持ってるなら透過トゥールラで、その他のデッキで使っていくっていうのはありかもな。そんな感じになりそうだな。なんか、うん、どっちがいいかって言われたらちょっと反応に困るな。いやー、マフェリッティやばいんだなって思ったわ今ね。これ勝てるかどうかマジで注目だな。バフォメット、バフォメットが借りてきたヤギになっちゃった。バフォメットが借りてきたヤギになりました。考えましょう。でもこれあれだね、トゥールラ自身はアルイナルに超刺さるな。この特殊ダメージアポロンより意外と刺さるかもしれん。アポロン時間かかるけど、トゥールラチクチク削るから、相手もなんか捕食ちょっと切っとこうかみたいな気持ちになるかもしれんかね、途中で。さてさて、一応アポだったら、D6 ブラとかになって自分のキャラコマ増やすっていう動きを一旦早めにできるんだけど、どっちみちアルイナル対面はね、そんな感じねえな。テラガイを切ったね。ワンチちょっと行こう、これ6行こうか。なんか強めの捕食引いてくれたら美味しいぐらいで。行きましょう。せい。せい。僕が持ってる。ガラン来い、ガラン。ガラン来てほしい。来い。話になんねえな。あ、ダメか。エルケスか。どうしようかな。はい。あ、ここでバフ引いた、ナイス。これ、鱗引かれてなかったらバフォでコンボ狙っていくか。トゥールラ打って、まあ、引かれてるも、引かれてても引かれてなくてもバフォこれコンボ良いんだな。引かれてなかったらバフォ X 行こう。はい。でもね、引かれてない可能性はあるな。エルケスが出るってことは、ライフォートとか出なくて、その辺が固まってる可能性全然ある。はい、やばい、困りました。もうやだ、そいつ。でも、バフォメットの毒は一応入りやすい。オッケー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 。ブラ X かバホ X のどっちかだな。いや、バホ打っといた方がいいかあるけどな。ブラ 打って E4 来る、 C1 ビブになるから、これは先バホだな多分。うん、よいしょ。先バホで鱗打たれる前に E4 鱗とか全然あるからな。 OK、 呪い入っていいぞ今んとこ。いい、逆に神明とか手駒に固まっててほしいんだよな。事故ってほしい、手駒が。OK。これはつなごう。で、コーラ打ちました。ファビオ。これ夏ブラでいいな。ウィブ取られたらさすがにやばいし。夏ブラ D に打って自分のキャラ駒増やす動きを見つつ。で、いいね。で、ファンオのコンボ 9% 出るから、十分軽く出る。よいしょ。デストロイ。OK。いいな。ナイスデストロイ。ナイスデストロイ。鱗は引かれてない。よし、そして呪いが、あ、いやじゃない、鱗じゃない、オーラか。いいぞ、今。めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいい。ヌラリだったら絶対これもう、本当にお通夜モードになってるけど、これ取らないとまずいな。けども、これロンレイをね、ここに打たせるっていう動きをね、示唆したの、手が。リブでコーラン取ろう。ちょっと。よし、OK。いや、でかいよ、でかいよ、でかい。マジででかい。いい火力、いい火力。でかい、でかい。ただ、ランタ引かれたら終わるか。捕食だけでももう追いつけない火力が。引かれてないんだ、呪いが入る。オッケーオッケーオッケー。ある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 。あるよ、あるよ、あるよ、あるよ。あるぞ、これ。C1 とか、これ。お、ちょっと待って、これ、もうあれだな。ビナ、行きたいな、これ。ビナ行きたいな。行こうか。ビナ行こう。貫通本職とかもう頭から消し去る。 B4 ビラいきます。でもこれでミニエラーの捕食を少しでも下げるだけでも有効ではある。いや、強え。いいぞ、あるぞ、ある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 。ね、呪いが898入るじゃん。なんで乱体引くんですか、なんでですか。いや、でもこれはもうビラ引くしかない。ほら、ビラ取ったら5枚返しぞ。イエーリムター、
エンデが使えなーい。はあ、クソデカため息だこれは。ちょ待って、考えるんだ。リーチか、リーチだな。リーチでいい、リーチでいいんだけど。しかもランタ行くタイミング神すぎ。何そのランタ行くタイミング。俺ちょっと坂上忍の真似するわ。もうやってられねえから、やってられねえから、今から坂上忍やります。ああ、うわー、何その引き、何その引き、この家買えばせん、この勝負勝てばせん。いや待て待て、でも諦めてない、まだ正直言うと。本当のこと言うとまだ諦めてない。エンデが来て、くぅ、きっちきっちきっち、よりによってリムタ打たれたんですけど。でしょ、まだ諦めてねえぞ、ほら。まだ諦めないけど、もう諦めそうです。やばいです。次エンデが引いても多分飛ばせません。ああ、何その意見、あ、ガランまであるの？何この家？もうやだ。ああ、エンデが引いた。264の84の。9000しか出ないな。はい、9034ぐらいしか出ないわ。ああ、これ無理だ、これ無理だ。でもヌラとかよりはワンチあったかもしれん。アポだったらどうだったんだろう。いやでも無理だな、もうあのリムだろう時点で無理ですこれは。ああ、何その意見、勝てばせん。うわ、ダイマスいけると思ったんだけどな。くっそー。いや、ランタイまで行かれちゃ無理だ、今のは。さすがに。リムタプラスランタでしょ。もう、フルコースです、これは。フルコースでしょ。どんまい。あと一戦潜っとくか。ああ、もう、坂間 PC の分になりました。ありがとうございました。今のはもう、坂間 PC の分。マジで。あれ、全然、ちょっと、通信流ない？流ない？え？長い。長すぎる。こんな長いことあんの？何すればいいの？あ、来た。よし、行きます。最後だ。最後行こう。いやーでも、ツールだね。意外と強いな。意外と強いや。よし、来い。来いよ、トゥールラ。来いよ。来いよ。ちょっと、バホじゃなくて、他の S だったらワンチだったんかな、今の。関係ねえか、そんなに。関係ねえな、バホも言うて仕事したもんな。1750度与えて、特殊も与えて。お！同じこと考えてる人いる。HP 高っけ！肉く黒。肉く黒。HP 高っけ！シクルかまして。さあ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 、初手はな。けどさ、本当にこれ罠あんま怖くないのいいな。罠怖くねえこのデッキ。普通罠ってか、なんか罠怖くないな本当に。あ、だってもう初手リリ、もうリリティ切ってるもんね。どうせは回収されるっていうことで、もう初手リリティ切っちゃってるもんね。リフィエル神駒が多いデッキか。いらっしゃいませ。ああ。まあまあ、出すか。コンボ一回も使ってねえな、トゥルーラ。まあでも、こいつは変容気にするコマなんで、コンボはね、合ってないようなもんみたいなところある。はいはい、トゥルーラ来る。どうしようかな、そこのリフィエルちょっと強いね。フォビオとか、ファビオ。リッチ。ああ、強いな。ルキア打ってリッチ。いやでもリッチだな。
うん、言って特殊カット入っても全然火力入るから、めっちゃおよいしょ。で、リリティ切ってるから、もうウィブとかはぶっ刺さるはずなんだよね。あー、このロックは秀逸。まあ、バイセ出ちゃうけど、いっか。相手もロック切ったって考えよう。よし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 。いや、バイセ、うん、出しちゃっていい、出しちゃっていい、出しちゃっていい。大丈夫、大丈夫。オッケー。で、特殊入れて、毒入れて。で、X ウィブいっか。怖いのは、キンマモンと、エミレムあたりだな。あの辺怖い。あの辺来たらもうマジで。おつや。おつやです。うん。これ、トゥールラ、ウィブ対面とかどうなんだろう。今思ったけど、ラファエルここで撃ってきたんですけど。マジ？これビラ持ってんだ、絶対。ナイス魔法。ビブ出します。ただ、一個問題なのが、ここでビラ出された時にトゥールラに当てちゃうとボルトヒールクソ強いよね。そういう怖さはあるな。でも絶対これでビラ撃ってくるはず。これはビラ来る。そうだよな。よしよしよし。これどうしようかな。ボルトヒール当てるかどうか悩むな。引き見てから考えるか。ベルグレか。どうしよう。守護で当てるかロックで当てるかにして打つのはありだけど、取らせてヒール入るんだよね。いや、でも言うて火ダメはそんなにないのか。当てていいな。当てよう。でロックで当てちゃうとコンボがなくなるんで守護にします。特殊、これ吸収入れた方がいいね。ビナを一回これで透けこまししてただ、もうなんかもう一枚防御でありそうだな、これ。怖い。もう一防御ありそう。オッケー。これ次さすがに耐えれるぞ、俺多分。よしよしよし。強い。いい回復力。それは強い。けど、はい。ああ、これ悩む。待て、考えろ。いや、待て。これ耐えれるんか、次。ライフはやばいか、お前。4号か。強いな。ビラコンの方がまだ受けれるね。ビラコンの方が受けれる。こっちにしよう。だってこれ次飛ばせるか、俺バイス切っちゃってるわ。いや、軽くで、高い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 。十分十分。4枚返し5660。待って、エンデが考えてなかった。でも、どっちみちラファエルのコンボめっちゃ強いから、関係ねえな。6打ってからバフォの方が良かったんかな。あ、オッケーオッケーオッケー。そいつだったら上からしばけない？上からしばきたい。上から、はるるん。カット率は 70%。はい、切るわ。よし。危ねえ、怖えー。ナイス魔法。あぶやぶやぶやぶ。ちょっと危ない橋だったけど、なんとかなりました。今、エンデが怪しかったかな。どうだろう。わからん。いやいやいや。もうエンデがのことなんで、しゃあない。言うて執念倍率強かったな。どうしようかな。あと1000潜ってダイマスチャレンジするか。ここまで来たらダイマスチャレンジみんな見たいと思うんで。やるか。やろう。勝っても負けてもこれ行くわ。あんこ来なくていいよ。来なくていいよ。あんこ来なくていいからね。いいからね。で、これを、これでダイマス上がって気持ちよく昼飯食う。今、お昼の4時半なんで、これ食って昼飯食います。こいや。あまりのつまらなさに目が、うるんだ、ポロン来たね。行きましょう。ショテベルグ強え。よいしょ。ただね、これちょっと変置き固まりすぎてんな。こういう手駒になったらアポロンの方が辺の形を組みやすいか。まあそんな変わらんか。でもこれ美味しい。これ夏ブラ出させて、夏ブラ出して、バイスくんだよ絶対。はい、よしよしよし。危ねえ。いや、これは強いわ。これ手駒周りかなり強い。トゥルラ打ってワナゴマ打って、うん、いいねいいねいいね。さあ、めっちゃ考えてる。このロック美味しいな。相手も夏ブラかなんか引いてるか。引いてるね。ただ、ここトゥールラになるか。あー。こういう手駒だとちょっとトゥールラ出す以外の駒もね、出せた可能性はあるもんね、アポロンだと。っていう、今ちょっとウィークポイントが見えたけど、まあ言うて強い。でもボルトヒル、まあ言うて強いか。X 打たれてさ、これ D5 入って A3 から入ってさ、カード打たれて E6 のタイミングでさ、強いよね。ボルトヒール当てで。ああ、やっぱ強いな、コンボ。うん。言うて強いわ。リッチ打とう。
リッチリベンジ。しかもビナ切ったぞ。ビナとロック切ったんだったらもうこれはもうそれはもうどういうことですか。フィニッシャーいてんのかな。ワンチャンこれビブかキンマイ来るけど、罠から入ってビブでビナでしょ。あれなるほど、それは強い。コンボ180オルスだっけ、なかなか強いじゃん。てでも相手は罠回収切った後だから、リリティ角から入っていくか。はい、これでいい、これでいい。あとね、ボルトヒールが絶対強い、これ。よいしょ、いいぞいいぞいいぞ、いい削りで。アポロン控えてて、相手罠回収あんのかな。ビナ切って、あ、ハルとかエルハルとかあの辺あったら来るな。美味しい、それは。すぐ罠回収できる。これもうボルトヒール使ってエニアてよ。いいね、守護。ちょうどいい、ちょうどいい。この選球種マジで神。で、ボルトヒールで回復しよう。いや、ボルトヒール絶対強い、これ。ファイティ、オッケー。で、こっちはリーディ張ってるから相手はアップ打てない。ボルトヒール吸収入れて。あ、神、神、神、マジで強い。ボルトヒールめっちゃ強いじゃん。強っ。いや、この回復マジでアポにとって絶対きついね。罠ゴマ張ってるし、今。で、相手罠が入ってきたから、多分罠回収手こにないぞ、これ。絶対ない。まあ、回収されても問題ない。で、ビナ切ってるから、オッケー、手が打ってきた。もうこれで2手飛ばすしかないもんね、相手。よしよしよし。で、これ返すじゃん。で、あとビナ張れば大丈夫だ。よーし、完璧。けど、相手のこのちゃんと、エンデが打って、次の勝ち筋見るのもうまいな。めちゃめちゃ。けど、ここにはビナがある。僕の背中にはビナがあるんですね。で、こうなると相手変置きできないから、たとえオルスに打たれてもオルスに取ればいいね。よしよし。でもね、相手のこのスティーリア強かったな。普通に軽くちょっと、俺、低かったわ。オッケー。よっしゃ、ただいまスターしたんじゃないこれ。何や、何しよう。うん。うん、オッケー。6905ぐらいでラグ。よいしょ。あ、ごめん。ダンス入った。強い。よーし、強い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 。しかも計算もしやすいや。850だし。いいね、トゥルラ。強かったわ。ありがとうございました。デッキを提供いただいたレン君、ありがとうございました。ただいまさしました。めっちゃ強かったです。ということで、暗黒には負けたんですけど、十分強いっすね。うん、てか、ボルトヒール強いよ。はい、すいません、またしてもね、ちょっと僕の予想が外れましたね。ということで、トゥルラ普通に強かったです。ただ、10日のトゥルラがやっぱりこう、なんだっけ、新スキルホーリーというところで、ちょっとそっちに目がいってたところはあるな。うん。なんで、全然進化も強いっすね。うん、どっちも強いわ。ってことで、今回の新超ゴマ3体のうち、トゥルラ強いっすね。ちょっとトゥルラ追ってもいいかもしれないですね。ってことで、それぐらいで考えております。そんなわけで、この動画面白かった方は高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローなどなどよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。レン君のツイッターもね、まあ覚えてたら概要欄に貼っとくんで、フォローしてあげてください。ってことで今日は終わります。この動画面白かった方は、よろしくお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。